はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は九州ダビーですね、まあ、振り返りというか、雑感的なことを述べていこうと思ってますよろしくお願いいたしますと。と いうことで、まあ、いつもならね、こう試合後のレビュー的な感じでやるんですけれども、どうしても僕は今日はもうトスのエキスタの方に行ってきたんで、まあなんていうんですかね、こう、細かいとこを見ることができていない、やっぱこう、ダゾーンで、ダゾーンの方が正直細かいとこは見やすかったりとかするんで、もう一回ね、この後、まあ映像で試合を見ようと思うんですけれども、まあ、中うことで、ダービーでございます。僕がだから、ダービーね、最後に行ったのが2016年のトス福岡の、 ダービービが多分最後だったんですね意外とというかですけれどもね、まあえー、2017年の春先までは僕も、えー、福岡県は筑紫野市に住んでいたんでねめちゃくちゃ鳥栖のスタジアムに、えー、近かったんですけれどもねだから結構鳥栖の、えー、スタジアムの方も福岡のスタジアムの方も、えー、7年6年か6年前までは結構行ったり来たり、えー、していたんですけれどもそこから、まあ、とある事情でちょっと、えー、長崎が地元佐世保の方に一旦帰ってでそこからね鳥栖の試合は何回も見に行ったんですけどダービーというのは本、ね、当久しぶりに 今年6年ぶりかだからねいえいえ見たわけでございますけどやっぱりですねうんあの何、ー、て言うんですか。 ここやっぱ最近寂しかったんです僕はですけれどもね鳥栖のスタジアム今年何回か行きましたけれどもやっぱりこう声がね出ないっていうのもあってあんまりこう熱気を感じることができなかったこれもちろんね鳥栖のスタンドの方はですけれどもね鳥栖のゴールラの方も熱気ムンムンではあるんですけれどもやっぱりこうアウェーサポーターのまあ数がそもそも少ないっていうのがあるんですけれどもやっぱりこう熱気というのをなかなか感じることができずにやっぱりこうなんか鳥栖の方めちゃくちゃ熱いんだけどもアウェーの方がこうねスタンドも 盛り上がってないなってなないうのが僕の中でちょっとあってですけれどもねあって寂しさもあったんですけどいやさすがダービー福岡の方もゴールラかなり入ってましたねもちろんこう常にトスのサポーター熱いんですけど今日みたいにねこうアウェーサポーターのあの盛り上げ方いや本当僕は福岡のサポーターもすげえなって改めて感じましたほ、まあ、本当ねこれはやっぱりサポーターというのはですけどねサッカーになくてはならない要素を改めて感じましたこれは当たり前のことではあるんですけどもね当たり前のことなんですけどやっぱサッカーにおけるサポーターってねこれは大きな大きな な味方でであありりそしててスタジアムを盛り上げるるっていうのがあるんでね僕は本当にこれアウェーサポーター今回アビスパ福岡でございますけれどもねいやそちらも本当熱い応援を、えー、見ることができました、まあ、僕は今回久しぶりにあのバックスタンドの方で見たんです、まあ、最近ちょっとメインの方で見ていたんですけれども今回ちょっとメインがさすがに座席が、えー、取れなくてバックスタンドに、ね、行ったんですけれどもねいやートスの応援もすごかったですしねこれ、えー、福岡の応援もすごかったですしねあの横断幕もですけどねこれはどう言ったらいいんだねあんまり横断幕のところに触れると また、えー、ややこしいことになるかもしれないんで、そこはちょっと今のところは、えー、あんまり触れないでおこうかなっていうのがいいしますけどもね、しかしまあ、うん、なんていうんですかね、ダービーってこうだよねって、やっぱり普段感じることが、えー、できない、まあ、僕は正直サッカースタジアムに行くこと自体が、まあ、非日常を感じるんですけど、今回は非日常の中の、まあ、非日常があったというかですけどもね、本当お互いのチーム、絶対にこれ、サポーターが後ろから支えてやるっていう、そういう熱いものを感じることが、えー、できました。やっぱ本田富士選手の 得点どこもそうですけどもねあそこやっぱ縦、縦、みんなそうですけどね、やっぱりこの試合、ね多くの選手の矢印がいつも以上にねゴールに向いてましたね、あの宮代、多分宮代ですよね、本当、宮代であってると思うんですけどね,ね、宮代のパスに本田風地が抜け出して、そこから得点が決まる、あそこ熱かったですね、本田風地もね、え多分彼は北九州出身じゃなかったですかね、そこがまあ福岡のサポーターに向かって蹴り込むというのも、なかなかこれもちょっとしたまあドラマ性があるというかですけどね。 えちょっと個人的には感じたんですけどもね。で その後は一旦ゴール取り消しがありましたね。ゴール取り消しがあった後にもう一回クルクスが、まあえー、決め直す、決め直すというあれでもないんですけれども、ねまあ少し、えー、時間を置いてまたクルクスが、ね、決めるということで、えー、ただですけれども、ね、やっぱり両チーム勝ちたかった、そこの、ね、気持ちというのは、スタジアム、スタンドから見ていても感じました。もうただいつも以上にやっぱりこう勝ち点差のこだわりというのを見せてくれた、本当、やっぱダービーってこうじゃなくちゃね、お互いの良さっていうのが、ね、見れたゲームだったんじゃないかと思いますし、改めてこうね、ホームサポーター、アウェイサポーターもこれね、ゴールラー、やっぱ やっぱりあんだけ埋まれば熱いですよ。ねこれ応援聞くだけでね、僕はお金払う価値があるんじゃないか。これだから早く声出しというのが本当、えー、帰ってこねえかなというのが感じましたけれどもね、10月ですかね、サガンとするもんですけどもね、えー、いよいよホーム、えー、声出し解禁みたいな話を確かに聞いたんですけども。 やっぱり本当の意味での,このスタジアムの日常が帰ってくるというのはやっぱスタンドからの声援とかねそういうのがあってと思います。早く僕もちゃんと聞きたいです。これ、トスだけじゃなくてですけれどもねいろんなチームもちゃんとえ聞きたいというのがあるんですけれどもさあ本当もう少しなってきました。ダービー、ね試合後もですけれどもちょっとえーダービーらしさというかですけれどもねまあちょっとえ階段降りて、エキスタのえ階段降りてねその後こうねアビスパ福岡のちゃんと歌うえアビスパサポーターの声もありましたしサカンとするの考慮する。サカン サポータータの方もいましたこれ別にこう密になって歌ってるとかじゃなくて個人個人本当一人で歌ってる方と一人で歌ってる方がいてですけれどもねあなんかダービーだなっていう感じがしました、まあ、スタジアム街での全くこれ人がいないとこで一人で歌ってらっしゃったんであそこはちゃんと守るんだ、ね、守るんだっていうかあれだけどもなんかやっぱこうダービーだダービーだなっていうかなんかねああこれいいなって僕はちょっとね思ったんで、まあ、決して密になって歌っていたわけじゃないんで僕はいいと思うんですけどもね、うん、なんかね試合後もやっぱダービーのこのえ残りがというかですけれどもねそれを 感じることができて僕は個人的には良、うん、かったと思います。それぐらいまあいいんじゃないかって思うんですけれどもね。で、あとはですけど、今日試合前にそう試合前にあの、ね、プロレス ね、あのプロレスをやっていてちょっと僕もそこに見入ってしまってですけど、ねえー、入場が遅れてしまうということが、ね、ありまして大体僕はですけども、ねえー、試合開始1時間半前とか、まあ、早い時では、ねえー、2時間前会場と同時にスタジアムに入るんですけどいやちょっとプロレスが面白くて見入ってしまってずっと見ていてしまって結果、えー、試合キックオフの40分ぐらい前かな全、まあ、選手が出てきた後ですかね,、えー、ねそこから見たんで、ね、やっっぱちょっと、えー、早く行きたかったんです。 けどもね、ああいうまあプロレス、ね、いろんなね方が見ていていやそれいいのかよみたいなことなんか、ね、見ていて面白かったんですけれどもねいやしかし本当ね 僕も今日一応ね Vlog じゃないけどもあんまり Vlog って得意じゃないんです僕も何回かね実は Vlog 的なことを収録してはいてねカメラの中とか動画出たあるんですけども Vlog ってほんと喋りづらいんですねまあこれカメラ持ってね喋る方いるんですけど僕はやっぱこうね人に聞かれるのが嫌というかねこうカメラ持ってブツブツ喋るのがなんか僕の中ではまだちょっと照れがあるんでねそこ喋れていないんで家に帰ってからこう動画を流しながら当てるコをフレれかか こうみたいな感じで、えーね、音声乗っけるみたいな感じ、別撮りでやるんですけどそれがなかなかうまいこと喋れなくてですね、これね、えー、これ喋ってる間にこう動画、撮った動画の時間が止まってしまって、次の場面に行ってしまったとかするんでね、ちょっと合わないなって感じが、えー、してるんですけども、今回、ちょっとね、まあ、ほんと2、3分、まあ、5分ぐらいになるから、なんかそんな感じで試合前のスタジアムの様子とか、ね、もちろんこれ映せる範囲ですけどもね、でやっていこうかなちょっといのそこはお楽しみだという感じが、えー、しますけどもね、まあ、だからほん 本当、ねまあ、僕はそうあと試合のブルーに行きたかったんですよ僕ブルーに、ね。昨日かおっといかツイッターでブルーに行って飯食って、えー、スタジアムに行きますっていうことを言ったんですけどブルーが、ね、めちゃくちゃ混んでてですけどね本当、ね、めちゃくちゃ多くて4時ぐらいかな、ね、4時ぐらいにブルーに行ったんですけどちょっと早めに行ったらめちゃくちゃ人が多くてちょっと入れなかったんで僕は基本的にはまあこう待つっていうことが、えー、できない人間なんで、ね、これもうディズニーランドとか、ね、こう何,何時間待ってその、えー、一つのアトラクションを楽しむんだって僕はあまり、ね、そういうタイプあんま苦手な 人間ではある待つことが苦手な人間ではねあるんですぐまあちょっとブルー諦めて、近くのですけれどもねえ別のお店に行ったんですけど、もそこでえ撮った写真とかですけれど、もねまあえそういう感じでブログ的なことをまあげれたらいいなちゅうのがあるんで、ちょっとね本当と苦手なんですけど、アテレコみたいなやつはですけど、ね,ねっいうのがあるんで、その辺ももしよかったら見ていって,だい中がえ見ていくださいていう感じはしていますけどもね。はい とということでまあ今回以上、こんな短い話、9分か結構でも喋ってるか、結構喋っているんですけどね、本当ね、多くのサポーターの方々が本当に盛り上げてくれました。ダービーの雰囲気ってやっぱりいいですね、独特ですね。まあね、本当、ダービー、なんかね、日本、J リーグには本当のダービーはないみたいなことをよくね、これ、コアなサッカーファン、海外サッカーファンの方、よく言われるんですけれどもね、ただやっぱ福岡と鳥栖に関しては、本当にこれ、バチバチやり合ってる部分がねある、あまりこう表に出ないところで、僕もえちょろっと聞いたとこうとかで、ま、あ あるホームタウン問題とかなんかいろいろあるんですけどそこにも触れるのもちょっと難しい部分があるんで僕はそこはあんまり触れないようにしてるんですけどただ福岡と都って僕は本当に日本の中でも上位クラスのダービーじゃねえかって思っておりますもちろんこれね大阪ダービーとか関西ダービー大阪ダービーとかね埼玉ダービーとか静岡ダービーとかいろんなダービーがあるんですけど中にはですけどね中にはえそれって無理やりダービー感出してねみたいなえそれはダービーなのかみたいなんか無理やり作られたダービーみたいなの あるんですけれども、だからこの福岡と鳥栖に関しては、僕はこれ、本当に面白いね、いダービーになっていると毎年思っているんで、ね、また、ね、これ熱いダービー、来年も期待したいんで、ねえー、そこ楽しみに1年後待ちたいと思ってますけどもね。はいということで、以上になりますね。以上、パラプンテジェルサッカーチャンネルを包んでいる方はチャンネル登録でします。さら。